ヤルンツンポ川、ミヤビロゾウ、ヌノゴーは、ローマ字表記では、ヤーランツアンポー、ヤーランザンボー、ヤーランザンボージャン。英語では、ヤルーザンブーリバーなどとして言及される、中国のチベット自治区で最長の川である。名称のうち、ツンポの部分は、おそらくはこの川がウツンに発し、これを貫いて流れ、ラッサイ勢のチベットを横断することによっている。なお、カリューブは、名称が変わる。 ヤルンツァンポ川は、チベット高原に橋を発する河川で、世界で最も源流の標高が高い。チベット高原を離れると、ヤルンツァンポ川は、地球上で最も大規模で、深い峡谷を刻み、ミヤビロゾーフ大峡谷を形成している。ヤルンツァンポ川は、ブラマプトラ川の上流部を成しているおり、インドのアルナーチャルプラデーシュ州に至る河川である。アルナチャルプラデシュ州から、下流は、 一挙に川幅が広がり、シアング川と名を変える。シアング川と名前を変えた後、アッサム州に達すると、ブラマプトラ川と再び名称が変わる。ブラマプトラ川は、アッサム州に続いて、ラムナバザールでバングラデシュへ入る。定地のバングラデシュでは文字による記録が残っている、期間ですら流路が変化しており、200年ほど前までは、そこから投流して、 バイラブ・ウパジラ近くでメグナ川に注いでいた。この古くからの流路は徐々に干上がってきた。現在の主な流路はジャムラ川と呼ばれ、南流してバングラデシュではパドマ川と呼ばれるガンジス川に注いでいる。なお、最終的にガンジス川はインド洋へと注ぐ。4月江市を流れるヤルンツアンポ川。ヤルンツアンポ川の地図。ヤルンツアンポ川の,ポ川の堆積物。 チベットを貫き、二つの頂き、ナムチャバルワとギャラペリーの麓を流れるヤルンチャンポ川。この写真の中心は、北緯29度09分22秒統計93度58分59秒、北緯29.156度統計93.983度、29.15693.983。 以下の節では、ヤルンツャンポ川と呼ばれる部分についてのみ記述する。ヤルンツャンポ川は、カイラス山とマ,マーナサローワール湖の南東に位置する、西チベットのアングシ氷河に発し、南チベット峡谷と、宮ロゾーフ大峡谷を刻んで流れ、インドのアルナーチャルプラデイシュ州に至る河川である。これより、下流は、名称が変わる。ヤルンツャンポ川の支流の中で最も長いのは、ニャン川である。 主な支流としては、ラサ川、ニャン川、パールン散歩川が挙げられる。チベットでは、流出する河川は、長さ1 2 0 0トル、幅3 0 0トルに達する南チベット峡谷を通る。この峡谷は、標高4 5 0 0ルから3 0 0 0ルまでを流れ下る。流れ下るにつれ、寒冷な砂漠から乾燥したステップへ、さらに落葉樹の低木が生育する地域へと、 流域の植生は変化する。最終的に植生は、新葉樹や筒ツ子ツの森に変化する。森林限界は、おおよそ標高3200メートルである。チベットの首都であるラサの近郊のサガン層には、時期を帯びた鉱物も含まれており、過去に地球の磁界が変化した痕跡が残されている。ヤルンツアンポガーが形成する盆地は、南側は、ヒマラヤ山脈、北側は、 カンリンポチェとニエンチェンタンラ山脈に囲まれており、チベットの中でも北方のより標高が高い地域よりも穏やかな気候に恵まれており、チベット自治区の人口の大部分はこの盆地に居住している。ヤルンチャンポグランドキャニオンとも呼ばれるミヤビロゾフ大峡谷はナムチャバルは付近でチベット高原から流れ出る際にバテー形状に流れが湾曲し、 世界で最も深く、また最も長いと言えるかもしれない峡谷が刻まれているとされる。ヤルンツアンポガの経路上には3カ所の大きな滝がある。最も大規模な幕府は秘密の滝と称され、1998年に至るまで西洋には広報されておらず、西洋人による目撃が発見と称されることも短い期間ながらあった。このような目撃は、 初期にこの地域に接した西洋人たちがチベット人の漁師や僧侶から話を聞かされながら当時の西洋人探検家たちが発見できなかった大きな滝の発見とされたこともあった。しかし中国当局はそのような主張に対して抗議し中国側の地理学者たちが1979年以来峡国を探検し1987年には滝の写真を ヘリコプターから撮影していたと指摘している、ヤルンツアンポ川のホワイトウォーター。1990年代以降、ヤルンツアンポ川は探検やホワイトウォーターカヤックでの加工を試みる数多くのチームがやってくるようになった。この川は、その極限的な条件から川のエベレストと称されるようになった。1998年10月、 ナショナルジオグラフィック協会がスポンサーとなった遠征隊がカヤックによるミヤビロゾーフ大峡国の河口に挑んだ。予想外の水量に見舞われ、この遠征はカヤックのエキスパートだったダグ・ゴードンが命を落とす悲劇的な結果となった。2002年の1月から2月にかけて、スコット・リン・ドグレン、スティーブ・フィッシャー、マイク・アボット、アラン・エラード、ダスティン・クナップ、ジョニー・カーン、 ウィリー・カーンからなる国際的なメンバー編成の一体が、散歩峡国上流部の完全な加工に、初めて成功した。ありがとうございます。